ルルデス・ユニエル・キ・グリエル・カスティーヨは、キューバ共和国、サンクティ・スピリトゥス州サンクティ・スピリトゥス出身の、プロ野球選手、ウトウ・ミギウチ、MLB トロント・ブルージェイズ所属。ファーストネームは、キューバやアメリカのメディアでは、ユニエル・キスよりも、ルルデス・ジュニア、または、父と同じ名前の、ルルデス・グリエルと表記されることが多い。NPB 時代の登録名は、グリエル・ジュニア。2010年、 17歳でガジョス・デ・サンクティ・スピリトゥスの選手としてキューバの国内リーグセリエナショナルデ・ベースボールにデビュー。2014から2015シーズンは課題であった打撃が大幅に向上した。また国際大会である中央アメリカカリブ海競技大会にキューバ代表として選出されキューバ代表の優勝に貢献した。2015年2月2日。 前年から所属していた時系のユリの契約更新と、共に年俸3500万円の2年契約で横浜 DNA ベイスターズへの入団が決まった。背番号は91、登録名はクリエルジュニア。しかし、左手首痛の治療をキューバ国内で行うため、左大腿部痛を訴えていたユリと共に兄弟、揃って来日が延期になった。4月2日に、 球団側は来日と診断書の提出を求めたものの、返答がなく、契約違反であるとして、制限選手として手続きが取られたことが発表された。7月には、第15回ワールドポートトーナメントキューバ代表に選出され、MVP を受賞した。11月には、WBSC プレミア12に、キューバ代表として出場。12月2日には DNA から、 自由契約となったことが公示された。2016年2月には、シエゴで、アビラの補強選手として、カリビアンシリーズに出場。準決勝で敗退後に、時系のユリと共に開催国のドミニカ共和国内から、ハイチへ亡命した。長系のユニエスキは、カリビアンシリーズに出場していないため、キューバ国内に泊まっており、カリビアンシリーズでの最後の試合の後に二人と、 連絡が取れなくなった。それまでは毎晩連絡を取り合っていたのに、私たちもみんなと同じニュースで亡命を知り、二人のことは何もわからないと語っている。2016年11月12日、7年2200万ドルでトロントブルージェイズと契約を結んだ。2018年4月20日にメジャー初昇格を果たした。メジャーデビューとなった。 同日のニューヨークヤンキース戦では9番二塁手で先発出場をすると5打数に安んだ3打点の活躍でチームを勝利に導いた7月11日のアトランタブレーブス戦から7月29日のシカゴホワイトソックス戦まで11試合連続でマルチヒットを記録し球団新記録を樹立した1923年に ロジャース・ホーンズビーが記録した13試合連続のメジャー記録更新にも期待がかかったが7月31日に故障者リストに入り更新とはならなかった。それでもこの活躍により7月のアメリカンリーグの月間最優秀新人に選ばれた。9月25日に左ハムストリングの痛みのため残りのシーズンを全休することが分かった。2019年4月9日の ボストンレッドソックス戦でクリス・セールから単独ホームスチールを成功させた。この年は84試合に出場し、打率277.20本塁が50打点などを記録した。守備では左翼手として旧補殺を記録した。親兄弟、親戚が野球一家に生まれており、ジップノルルデスはイスズ自動車公式野球部などの社会人野球でのプレー経験がある。 三人兄弟の長兄、ユニエスキ、次兄、ユリも野球選手である。また叔父のルイス・エンリケグリエル、大叔父のホセ・デルガド、いとこのヨアンネ・デルガドも野球選手である。ありがとうございます。